こんにちは、みーです。今回は前回の動画に引き続き、年間1000杯以上飲んできた紅茶愛好家が選ぶ本当に美味しい紅茶ランキングトップ10の発表を行っていきます。前回の10位から6位までの動画をまだご覧になっていない方は、ぜひそちらの方からご覧ください。それでは早速5位から参りましょう。第5位はニナスのマリー・アントワネットティーです。バラとリンゴの香りのフレーバードティーで、第6位で紹介したルピシア・ベルランコントルとよく似た系統の香りなので、私の好みの華やかな香りです。ただベルランコントルはいつでも買えるものではないので、私もバラとフルーツの組み合わせが好きという方は、ぜひニナスのマリー・アントワネットティーを飲んでみてほしいです。こちらの紅茶のトップノートはベルランコントルよりもローズ感が強く、とっても華やかな香りです。なのでそんなに似てないかもというような感覚になるかもしれませんが、飲んだ直後から急にフルーティーさが増してきて、ミドルノートでは綿菓子のような甘い香りも足されます。このミドルノートがベルランコントルとよく似ているなと感じました。ただこちらのマリー・アントワネットティーの方が後を引く感じで、もう少しもう少しとごくごく飲んでしまいます。バラの香りってきつすぎるとくどくなったりして、あまり美味しそうな香りに感じられないこともあるんですが、こちらは香水のような華やかさがありながらも、紅茶として美味しそうと思えるくらいの優しい香りで、絶妙なバランスです。ですので僅差ではありますが、第5位とさせていただきました。また先ほどのベルランコントルと違い、こちらの紅茶はニナスのオンラインショップや店舗でいつでも買えるという点も高評価ポイント。程よい渋みとコクがあり、そのままでもとっても美味しいですが、お好みで砂糖を入れても美味しいですよ。次は第4位の発表です。第4位はルピシアのアッサムゴールデンチップスクオリティ2022。ルピシアの旬のアッサム4種ミルクティーセットの中に入っていたアッサムで、一番お気に入りだった茶葉です。こちらも以前動画で詳しくレビューしているので、気になった方はそちらをチェックしてみてください。こちらの紅茶は名前の通りゴールデンチップと呼ばれる新芽がたくさん含まれていて、とっても香りが良く、ふかした栗のような甘い香りや香ばしい香りのするアッサムです。ストレートだと旬のアッサム最大の特徴であるモルティー感、麦芽感や茶葉本来の自然な甘みが楽しめて、口の中に広がる華やかな余韻がずっと続きます。ミルクティーだとコクは強くないですが、その分香りが引き立ち、口に含んだ時の華やかな余韻をそのままに、優しい甘みを楽しめます。絶対に初めはストレートで、その後は少量のミルクで、モルティーフレーバーの香りと甘みを楽しんでほしい茶葉です。ストレートにしてもミルクティーにしても、軸となるキャラクターはそのままに、変化が楽しめると思いますので、第4位とさせていただきました。ちなみに2022年の販売は終了してしまっていますが、福袋に入っている可能性もありますので、福袋を注文された方はもしかするとまだチャンスがあるかもしれません。私もお気に入りの紅茶なので、2023年の秋でもまた同様の紅茶が再販されるといいなと、今から楽しみにしています。それではお待ちかねのトップ3の発表です。まずは第3位から。第3位はニット1909のボタニティ徳島県産柚子です。日東紅茶のプレミアムブランドニット1909から発売された和紅茶と徳島県産柚子のセンデッドティーです。こちらは香料は一切使用しておらず、原材料も茶葉と柚子ピールのみですが、柚子の香りが本当にリアルで、嗅いでいてとっても心地いいんです。独自のフレッシュアロマ製法という技術で、もぎたての柚子の香りをそのまま茶葉に移しているので、香りがとってもフレッシュに感じられます。大手日東紅茶ブランドの三井農林だからこそできる技術力のなせる技という感じがします。しかも香りもさることながら、口に含むとびっくりするほど甘くフルーティーで、その甘さが想像以上で感動したので、今回第3位にランクインしました。甘みとフルーティーさの中に柚子の和の風味が合わさって、爽やかなのにホッとする不思議な味わいです。
また温度が下がってくるとよりフルーティーな風味が感じられて柚子感がアップするので飲みながら変化を楽しめるというのも素敵なポイントです。ちなみにランキングには入っていませんが、同じタイミングでボタニティのベルガモットも購入しました。こちらのベルガモットもとっても美味しかったです。これら2種類のボタニティに関しては、以前別の動画で一緒に詳しくレビューしておりますので、気になった方はそちらもぜひチェックしてみてください。次は最後まで1位と争った第2位の発表です。第2位は、吉田茶園のイズミティファーストナンバーワンプレミアム2022です。こちらの紅茶は今年のジャパンティーフェスティバルで購入した商品なんですが、ノンフレーバーなのにすっごくフルーティーな香りで会場で衝撃を受けた和紅茶です。よく紅茶の香りでフルーティーって表現を使うと思うんですけど、こちらの吉田茶園のイズミは入れたてを嗅ぐと、これレモンの香りつけてないと思わず疑うほどフルーティーでフレッシュな香りがします。会場でテイスティングした際も感動したんですが、家で入れたてを飲んだ時の方がさらにフルーティーな香りを感じられ、入れたてだとこんなにも香りが広がるの?ととっても驚きました。口に含むと甘みと旨味、心地の良い酸味が感じられ、渋みも少なくさっぱりとした後味になっています。明るい水色やフルーティーな香り、最後に残る青々しさはダージリンに近いので、柑橘系の香りが好きな方やダージリンファーストフラッシュが好きな方には絶対気に入る美味しさです。なので皆さんにもぜひ飲んでほしいのですが、こちらのロットは完売してしまっていて飲むことができないんです。ごめんなさい。ただ同じく会場で試飲させてもらったイズミティファーストのナンバー2、ナンバー3も柑橘系の風味を感じられる美味しい紅茶なので、気になる方はぜひそちらもご賞味ください。ナンバー2、ナンバー3の方はナンバー1よりももう少しコクがあり、フラワリーな風味が感じられますよ。そしてこのランキングの締めくくり、栄えある第1位に輝いたのは、第1位は和光園の角掘り紅茶紅風紀です。こちらもジャパンティーフェスティバルで購入した商品なんですが、プレミアムティーコンテスト2022三つ星、日本茶アワード2022プラチナ賞、パリの日本茶コンクールジャパニーズティーセレクションパリ2022金賞という数々の品評会で賞を受賞した日本が誇る本当に美味しい和紅茶です。和紅茶というと渋みが少なくすっきりした味わいという印象を持たれる方が多いですが、それがいい意味で覆される和紅茶です。バラのようなフラワリーな香りと口いっぱいに広がる甘み、しっかりしたコクと渋みが特徴的な味わいで、ストレートはもちろんミルクティーでも美味しくいただけます。実はティーフェスでテイスティングさせていただいて初めて知った紅茶だったんですが、こんなに美味しい和紅茶があるのかと味わいに衝撃を受け、事前に作成した買い物リストにはなかったんですが、衝動買いしてしまった商品でもあります。購入した後もつい最近ジャパニーズティーセレクションパリ2022で金賞を受賞したという知らせが入ってきたりして、とどまることを知らない美味しさということで、今回堂々の第1位に選ばせていただきました。年間1000杯以上飲む私が自信を持って1位だとおすすめできる紅茶になっておりますので、ぜひチェックしてみてください。またこちらに関しては来年2023年1月に詳しいレビュー動画を上げる予定ですので、チャンネル登録して楽しみにお待ちください。というわけで2022年本当に美味しいおすすめ紅茶ランキングトップ10でした。いかがでしたでしょうか。個人的に本当に美味しいと思ったものだけをよりすぐったので、紅茶に詳しい方ならこれ知ってる、確かに美味しいと思っていただけるような内容になっていたのではないでしょうか。まだこれらの紅茶を知らない方でも、このランキングをきっかけにこんな紅茶ブランドあったんだと皆さんの紅茶を楽しむ世界を広げられたなら幸いです。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方もそうでない方もぜひ一度騙されたと思って飲んでみてください。もしかすると改めて紅茶の魅力に気づく一杯になるかもしれませんよ。また今はもう買えないですが、
ダージリンのファーストフラッシュのマグノリアやアッサムゴールデンチップスクオリティのような旬の時期に収穫されたシーズンクオリティの茶葉は福袋に入っていたり来年以降も発売されたりする可能性があるので、紅茶の最新情報が知りたい方はぜひチャンネル登録とミーのツイッターやインスタグラムのフォロー、そしてブログのチェックをお願いいたします。もしかすると新しい紅茶との出会いがあるかもしれませんよ。来年2023年も紅茶のレビューだけでなく、おすすめ紅茶のランキング動画もいろいろと投稿していく予定ですので、絶対にお見逃しなく。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。またこのチャンネルでは毎週金曜日に紅茶に関する動画をアップしていますので、まだチャンネル登録されていない方は下のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録をして応援よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。みーでした。バイバーイ。